続いていきましょう、柏、はい、の VTR、はい、いきましょう、こちらです、どうぞ、うん、こらこら、柏由紀奈、1994年8月12日誕生。幼少期は離乳食をバクバク食べる食欲旺盛なまん丸姿の女の子。かわいいわ、いいね。保育園には6年間通い続け、園のボスにまで上り詰め、さらに足の速さは男子にも引けを取らず、園内トップクラスの速さを誇る。どれだ、あーもうあれこか、さあこれか、早いね、早い、おー1、かわいい、レベルが違うじゃん、このこと、うん、ちゃんとカメラのとこ来るし、あそうなんで、もうスターなのよ、うん、小学生になっても男子と外でドッジボールをする元気で活発な女の子。活発だった柏にも苦手なものがあった。それは牛乳。学校では飲めない牛乳を服の中に隠し、トイレに捨てに行く大胆な犯行を行ったことも。この頃転機が訪れる。舞台アニーを鑑賞したことがきっかけで芝居を始めた。3年生の時、赤毛のアンの舞台オーディションで見事に役を勝ち取る。すげえ。初舞台の映像がこちら。ピクニックでして、素晴らしい響きね、背筋がゾクゾクっときたわ、とも楽しいんだよ。ここから芸能事務所に所属し、中学まで学業と仕事を両立。柏といえば持ち前の変人っぷり。整った顔立ちから一転する特技の変顔は小学生の頃から健在。さらに高校に入ってからは生物の授業を通じて微生物に興味を持つ。その中でもお気に入りなのがこちら、イカダモ。もちろん友達には全く理解されていない。持ち前の負けず嫌いな性格とユニークな変顔を生かし活躍中。いや、柏、はい、ああ、可愛いですね、ちっちゃい頃から ね。変顔が得意なの？変顔、そうですね、いつも、うん、ね、ね。なんか新作あったりするの？新作ですか？最近好きなやつとかあるの？微生物好きなの？微生物好きで、うん、その生物の夏休みの課題で、うん、自由研究というか、なんかそのレポートがあって、うん、で周りの子はみんな水族館とか行ったりとかしたんですけど、うんうん、私だけ図書館に行って、うん、微生物関連の本5冊ぐらい借りたりとか。好きになっちゃったんだ、授業でやってる。すごい大好きで、もう微生物が、うん、微生物シールとか集めたりとか。微生物シール、一番好きなのがイカダモ。イカダモ、あとボルボックスとかも好きなんです。何、めっちゃ可愛い。いや、あの、まだあの先行かないで、ね、何て言ったの？ボルボックスっていうやつがあるんですよ、こう、ま、丸いやつね。ボルボックス知ってる？ボルボックス、ボルボックス、それボルボックス知ってる人そんなにいるの？ボルボックス、マジでボルボックス。今ちょっと手挙げて、手挙げた人みんな変わってる人だ本当だ。まあ、お母さんとね、こう友達的にすごく仲がいいらしいですね、うん、で、いろいろ喋ったりとかするのはすごく嬉しいんだけど、うん、トイレとかお風呂にまでずっとついてくるのはやめてほしい。おえなんか喋ってると、お母さんやっぱりあのトイレ行きたくなったりしたら行くじゃないですか、うん、トイレの前でずっと喋ってるんですよ。で、出てきて垂れてる時にまた後ろでずっと喋ってる。そんな中ぐらいね、音も出るしさ、うん、でやめてほしい。音も出るしね。そうよ、お母さんリラックスできないじゃん。できないじゃん、うん、やめてあげてだから。おめでとうございます。ありがとうございます。